皆さんこんこにちはそれでは STM32 マイコンセキュリティ STM32H5 でセキュアマネージャーを始めようと題しましてプレゼンテーションを始めたいと思います。私は ST マイクロエレクトロニクス株式会社マイクロコントローラー製品技術部の鈴木と申します。STM32 マイコンの技術サポートを担当しております。よろしくお願いいたします。 近年ネットワーク技術の拡大に伴いさまざまな電子機器がインターネットに接続されるようになりました。インターネット接続機器 IoT 機器の増加が止まらない現在そのような機器を開発するお客様は急速に複雑化するセキュリティに関して多くの課題を抱えています。 複雑化の原因は、セキュリティに関連する新しい法規制への対応を迫られたり、市場または政府によって次第に必須要件へと変化していく数々の機器の認証方式があります。法令への対応で言いますと、例えば、欧州の無線機器指令、RED やサイバーレジリエンスアクト、米国のコネクティビティスタンダードアライアンス、CSA などが挙げられます。 そのようなセキュリティ要件に対応するために組み込みシステムの開発者はさまざまな課題に直面しています。例えば急激に進化する認証方式への対応異なるハードウェアプラットフォームを使用するさまざまなデバイスの増加要件の急激な変化によって高まる拡張性を備えたセキュリティソリューションの必要性デバイスの寿命が尽きるまで保証する必要がある デバイスの認証とメンテナンスおよび脆弱性への対応困難かつ時間とコストを要するセキュリティ専門知識の蓄積などですもう少し組み込みシステムの開発者が抱える課題を見てみましょうどうすれば自社およびエンド顧客の重要な資産データ機密情報を簡単に保護できるのかどうすれば 開発時、生産時、さらには現場で、自社及びパートナーのソフトウェア IP を簡単かつ強力に保護できるのか。どうすれば、面倒なデジタル ID の管理をしなくても、クラウドプロバイダーに簡単かつ安全に接続できるのか。このような課題があろうかと思います。さまざまな電子機器が急速に IoT 化し、急激に拡大している現在。 これまでセキュリティをあまり気にしなくてもよかった機器やアプリケーションにおいてもこのような課題が無視できなくなっています。当然そのような組み込みシステムの開発者はセキュリティの知識やノウハウに乏しく対応に大変な労力を求められます。そこで ST の出番です。 組込みみ込システムの開発者が抱えるさまざまなセキュリティの課題を解決するにはシステムの中心的な役割を担うマイクロコントローラーのセキュリティが欠かせません ST のマイクロコントローラーすなわち STM32 シリーズは汎用マイコンでありながらさまざまなセキュリティハードウェアを搭載していますまたハードウェアだけでなくユーザーにセキュリティサービスを提供するためのソフトウェアファームウェアパッケージを提供しています その一つが ST が開発メンテナンス認証する一連のターンキーセキュリティサービス s t m 3 2トラスト t t セキュアマネージャーですセキュアマネージャーソリューションの詳細に進む前に ST のセキュリティ戦略について説明させてください最新の STM32 製品に組み込まれたセキュリティのレベルをさらに高める戦略です ST はセキュアな汎用マイコン及び汎用 n p u のサプライヤーとして誰もが認める業界基準となることを目指しています。ST の製品を使用するシステム開発者にアプリケーションのセキュリティ要件を満足する手段及びソリューションを最も効率的な方法で提供することをミッションとしています。この目標、ミッションを達成するための ST の戦略として 総合的なセキュリティサービスに関して STM32 製品のポートフォリオ全体に適用されるハードウェア IP のセキュリティロードマップを作成しましたもっぱら最新製品においてセキュリティの堅牢性を高め物理的な攻撃体制を強化することにより最新の法規制による要件を上回る保証レベルを実現いたしますさらにお客様が自分のアプリケーションに必要なセキュリティ要件に対して 適切なセキュリティビルディングブロックを選択できるように拡張性に優れたセキュリティサービスの提供を目指していますそこには専用のセキュリティ機能に始まり ST が所有認証メンテナンスを行う総合的な短期 SoC ソリューションに至る幅広い選択肢がありお客様のセキュリティ要件を満たすとともに最新のデバイス認証方式に準拠した基盤を提供いたします さて、アプリケーションに必要なセキュリティ要件に対する適切なセキュリティビルディングブロックとはどのようなものでしょうか ?ST ではそのようなセキュリティビルディングブロックとして12個のセキュリティ機能を定義しました。安全にアプリケーションをブートしたいセキュアブートマイコン内部のリソースを分離し保護するアイソレーション安全にアプリケーションをインストールまたはアップデートするセキュアインストールアップデートあるいは 外部からの不正アクセスや攻撃に適切に対応する異常状態への処理個人情報や書きデータなどの秘密資産を安全に保存するセキュアストレージ同じく秘密資産などを暗号化して保護する暗号化エンジンなりすましなどを防ぐための個体識別認証検証機能セキュリティイベントを記録するセキュリティ監査ログ機能あるいは マイコンを搭載した製品がお客様のもとで開発製造出荷されてから市場でそのライフを終えるまでの間に刻々と変化するセキュリティ要件に応じてセキュリティレベルを変えるライフサイクル管理そして製造中のソフトウェア IP の流出を防ぎ安全に製品を製造するための仕組みなどが提供されます。これらの機能は STM32 マイコンに搭載されているセキュアハードウェアをベースに、Root of Trust によるセキュアブート、そしてソフトウェアのセキュアサービスによってカバーされますので、提供される12個の機能を必要に応じてピックアップして導入することにより、ユーザーの皆様は必要なセキュリティ機能を素早くアプリケーションに導入し、ご自身のアプリケーション開発に注力することが可能になります。 それでは STM32Trust-T Secure Manager に話を戻しましょう。現在提供中の STM32 マイコン製品の一歩先を目指す ST は、アプリケーションへのセキュリティの導入に取り組むお客様が利用でき、お客様によるセキュリティの導入をお助けする新しい開発エコシステムを構築しています。その一環としていち早く導入されたのが STM32Trust-T Secure Manager です。これは マイコンにおけるセキュリティの設定の複雑性を解消するもので専門知識がなくてもオープンソースの TFM セキュリティフレームワークを活用できるようにするターンキーソリューションです ST はマイコンサプライヤーとして初めてトラステッドエグゼキューションエンバイロメントすなわち T のターンキーソリューションであるセキュアマネージャーの提供を開始いたしました セキュアマネージャーは ST が開発し、認証し、メンテナンスを行います。セキュアマネージャーにはアプリケーションの保護に必要なコアセキュリティサービスの全てが組み込まれています。これによってセキュリティギャップを埋め、お客様のセキュリティの課題を解決します。お客様のセキュリティ実装作業を簡素化し、市場投入までの開発期間を短縮する拡張性の高い最新のセキュリティソリューションです。 この製品では s d の工場出荷時にデジタル ID があらかじめプロビジョニングされておりシームレスなクラウド登録が可能です。クラウド接続に関わる機密情報を特に信頼性の確立されていない実動環境で管理しなければならない OEM の悩みを解消いたします。これらの ID はサードパーティーのツールによるリモートプロビジョニングも可能です。ま、たなどのの一部の企画では、 デバイスのライフサイクルのさまざまな段階で証明書のプロビジョニングが要求されることからリモートプロビジョニングの機能は重要性を増しています忘れてはならないセキュアマネージャーのもう一つの機能が ST の開発ツールや開発エコシステムにリンクした強力なアイソレーション機能ですこの機能によってパートナーからの要求が高まりつつあるマルチテナントの IP 保護が可能になりますこれは 例えば AI エンジンの方や最も貴重な独自の専用 IP の保護に使用できますセキュアマネージャーには何が含まれるのでしょうかセキュアマネージャーは青で示されたブロックをカバーします黄色のブロックはユーザーアプリケーションの範囲ですセキュアマネージャーには起動時にその信証性が検証される2段階のルートオブトラストがあります s t i ロットは改ざん不能の第一ステージルートオブトラストとしてデバイス内にあらかじめインストールされていますマイコンのロム領域にありますので書き換えることはできませんこれはマイコンの起動時に最初に実行される第一ステージブートローダーですこの役割は次に実行する第二ステージブートローダーの新証性と完全性を保障することです s t u ロットは アップデーーートトトト可能な第スステージルートオブトラストです s t i ロットによって信証性と完全性が保証されて実行を開始する第2ステージブートローダーであり上段のセキュアマネージャーコアに加えてセキュア領域のアプリケーションやユーザーアプリケーションなどその他のコンポーネント全ての信証性と完全性を保証しますまたセキュアマネージャーには他にもさまざまな機能が含まれます まず、セキュアマネージャーコアは、セキュリティが確保されたオペレーティングシステムです。セキュリティサービスを処理するほか、コアの上位で動作する各種モジュール、コンテナを完全かつ強力にアイソレーションします。様々なセキュリティサービスも盛り込まれています。ファームウェアアップデート機能は、ユーザーアプリケーションのファームウェアを安全にアップデートします。セキュアストレージは、 秘密資産ななどの重要なデーータを保存すす。るサービスです暗号化機能は暗号化アルゴリズムを実行するサービスです。証明は IoT デバイスを一位に識別するためのサービスです。これらのセキュリティサービスは全て標準化された PSA API によってユーザーアプリケーションからアクセスすることができます。セキュアマネージャーは物理攻撃体制を備えることで セキュリティ保障の目標として、セジップレベル3および PSA レベル3の認証を目指しており、真に信頼できるソリューションを実現するとともに、お客様のデバイスの認証、例えば産業用の IEC62443 などの取得を容易にする基盤としても機能いたします。セキュアマネージャーを 提供方法の側面から見ると s t i ロ o トの部分は改ざんできないようにマイコン内部の ROM としてインストールされています残りの部分は ST によって暗号化及び署名されたバイナリーとして提供されすべてを現場で安全にアップデートできますお客様はセキュアマネージャーのソースコードにアクセスおよび変更することはできませんつまりセキュアマネージャーは完全に ST が所有権を持ち 製品の寿命が尽きるまでこのバイナリーの認証は ST によって維持・保証されるということです。これはオープンソースの TFM ソフトウェアフレームワークとの最大の違いの一つです。TFM の場合そのバージョンのファイナライズや組み込み新規リビジョンがリリースされた場合のアップデートはお客様の責任で行う必要があります。そしてアップデートされるごとに プラットフォームの完全な認証が必要となりそれには専門知識コスト時間を要しますこれに対して認証済み SOC ソリューションは各認証の特性に合わせた真の最適化が完了しているためこれを基盤としてお客様自身のデバイスの認証を取得できますさらに重要な資産 または専用 IP の方が必要な場合は図のセキュア領域にあるノーコンブロックにあるようにセキュアモジュールまたは信頼できるアプリケーションを開発する方法を選択できます専用 IP はお客様の専用アルゴリズムであってもあるいはサードパーティーの IP であっても構いません実装はお客様またはサードパーティーが IP の所有権を完全に掌握して直接行うことができますお客様 またはサードパーティーがこれらのモジュールを暗号化し署名できることから完全な機密性が保証されるためですその後セキュアマネージャーを使用してこれらのモジュールをセキュアにインストールするとともに各モジュールを個別にアップデートすることも可能です言い換えれば IP の強力な保護が保証されるためサードパーティーの IP サプライヤーを活用して新しいビジネスモデルを構築することもできます 最後はユーザーの視点です。セキュリティサービスはセキュアマネージャーが処理するため、開発者はまるでセキュリティの要件などは存在しないかのように非セキュアアプリケーションの開発に集中できます。アプリケーションでセキュリティが必要になった場合は、標準化された PSA API を呼び出すことによって、セキュアマネージャー内のセキュリティサービスにアクセスできます。非セキュアアプリケーションは安全かつ個別にアップデートでき、 機密性を確保すす。るる必要がある場合は、暗号化も可能ですセキュアマネージャーの主なメリットは次のようにまとめることができます信頼できる実行環境オペレーティングシステムの提供一連のターンキーセキュリティサービスの提供マルチテナントソフトウェア IP 保護の実現 ARM PSA API 互換による相互運用性 長期サポートを保証するための ST による設計とメンテナンス各ビルディングブロックのモジュール式セキュアアップデート機能物理ハードウェア攻撃に対する認証済みの堅牢性このようにしてお客様の IP を保護しセキュリティ実装作業を簡素化いたしますセキュアマネージャーには開発ツールのエコシステムが用意されています 一つはセキュアマネージャーアプリケーションキット SMAK です。こちらはセキュアマネージャーを使用するユーザー向けのキットです。ユーザーアプリケーションの開発がメインでセキュアマネージャーのセキュリティサービスを利用するだけの開発者向けのキットです。トラストゾーンの非セキュア領域で動作する標準的なユーザーアプリケーションを開発する際に使用できます。ユーザーアプリケーションから セキュアマネージャーのセキュリティサービスへ PSA の標準 API を使用いたします。このキットは弊社のウェブサイトからダウンロードが可能です。ユーザーアプリケーションから PSAAPI を通じてセキュリティサービスへアクセスするためのサンプルプロジェクトなども含まれています。もう一つがセキュアモジュールデベロップメントキット SMDK です。 こちらはトラストゾーンのセキュア領域でセキュアマネージャーの下で動作するセキュアモジュールやセキュアアプリケーションを開発するためのキットです。このキットは Web には公開されておらずご要件に応じて ST より提供されます。ご利用の際にはご提供に先立ちまして ST との固有ライセンス契約へご証明いただく必要がございます。ご希望の場合 ST の営業担当、 もしくくは販売代理店へお問いい合わせくださ SMDK はモジュールを開発するためのキットですのでこのキットに含まれるセキュアマネージャーは評価用でありモジュールの開発と検証用にしか使用できません。量産製品には使用でできませんのでご注意ください検証が完了したセキュアモジュールはセキュアマネージャーの実動環境用のバージョン SMAK によって実行することが可能です。 セキュアマネージャーの評価方法を簡単に紹介いたします。まず、現在、セキュアマネージャーを使用できるのは、STM32H573 というマイコンシリーズのみとなります。最初に、STM32H5 用の STM32Cube Firmware パッケージをダウンロードしてください。このパッケージには、STM32H5 用のペリフェラルドライバーや、ハルミドルウェアなどが収録されており、 SMAK のサンプルプロジェクトも含まれていますただしこのパッケージだけではセキュアマネージャーは評価できませんそこで2番目セキュアマネージャーバイナリーを弊社ウェブサイトよりダウンロードしてくださいこのパッケージにはセキュアマネージャーの認証情報が含まれておりこのパッケージと STM32Cube ファームウェアパッケージを組み合わせることでセキュアマネージャーの評価を開始することができます 続いてセキュアマネージャーの設定を行いマイコンにインストールしますカスタマイズ可能な設定項目はいろいろありますがまずはデフォルトのままから始めることをお勧めいたします設定インストールのためにバッチファイルスクリプトファイルが用意されておりますのでバッチファイルを実行しその指示に従うだけで簡単にセキュアマネージャーをマイコンにインストールすることができます 非セキュアプロジェクトをビルドしてマイコンにロードします。この手順も提供されるバッチファイルで行うことができます。手順は以上です。これでセキュアマネージャー上でアプリケーションを動作させデバッグすることができます。セキュアマネージャーへのアクセスはセキュリティ API を通じて行います。API の使い方はサンプルプロジェクトが提供されておりますので、そちらを参照してください。もちろんこの状態で セキュア領域にあるセキュリティ資産は全て保護されています。こちらはセキュアマネージャーによるアプリケーションをマイコンにインストールする際の流れを示しています。ここで働くのが ST から提供されるフラッシュプログラミングツールである STM32Cube プログラマーとそれに同梱されている Trusted パッケージクリエイターです。開発されたユーザーアプリケーションや ユーザーザの秘密さんはセキュアマネージャーとともにトラステッドパッケージクリエイターを使用してあらかじめ用意した書き情報を用いて暗号化し保護されたバイナリーイメージへと変換いたしますそしてここで生成されたバイナリーイメージを初期状態のマイコンに対して STM32Cube プログラマーを通じて書き込みを行いプロビジョニングを行いますこれにより初期状態のマイコンを ユーザーーーザアプリケーションンでパーソナライイズされたマコにすることができます。ここまでの話をまとめるとセキュアマネージャーは ST によって開発認証メンテナンスされ簡単にインストールすることができる総合的な認証済みターンキーセキュリティサービスです。 包括的なツールのエコシステムとユースケースによってサポートされる単純明快なアプリケーション開発フローを実現できます。詳しくは述べませんでしたが、Amazon または Microsoft Azure のクラウドサービスにシームレスに登録できる ID が ST の工場出荷時にあらかじめプロビジョニングされています。さらにサードパーティーとのパートナーシップにより、視覚情報のライフサイクル管理も実現できます。 まとめです。最初に述べた組み込みシステム開発者が直面する主な課題とそれらを STM32TRUSTT セキュアマネージャーによって解決する方法を示したスライドに戻りましょう最初に示した課題を思い出してくださいどうすれば自社およびエンド顧客の重要な資産データ機密情報を簡単に保護できるのか どうすれば開発、生産時、さらには現場で自社及びパートナーのソフトウェア IP を簡単かつ強力に保護できるのか。どうすれば面倒なデジタル ID の管理をしなくても、クラウドプロバイダーに簡単かつ安全に接続できるのか。といった課題がありました。 このような課題を解決するためにセキュリティサービスをアプリケーションに組み込むにはしっかりとした専門知識が必要です ST Trust。STM32TRUST-T セキュアマネージャーの最大の目的はまさにそうした状況に対応することです。複雑なセキュリティ要件をお客様のアプリケーションで満足する上で必要となる基盤をすぐに使えるターンキー SOC ソリューションとして提供します。このソリューションは ST が所有及びメンテナンスし p ST a および SECIP レベル3認証をを目標とすする物理攻撃体制を備えています、ST、のセキュアマネージャーはこの3のソリューションとしては業界初の製品でありお客様による最先端セキュリティソリューションの実装を全力でお手伝いいたしますこの最新ソリューションはまず STM32H5 プラットフォーム向けに提供されその後他の製品にも拡張される予定です STM32TRUST T セキュアマネージャーは、使用の要求に基づいて、STM32TRUST で定義した12のセキュリティ機能に全てに対応することで、お客様の最終製品に次のような機能を持たせることができます。セキュアブート、セキュアファームウェアインストールおよびアップデートによるソフトウェアのセキュアな起動とアップデート。セキュアストレージによる機密データの簡単な保護。 ソフトウェア IP 保護による自社およびパートナーの IP の保護クラウドプロバイダーへのセキュアな接続これらを活用することでセキュリティ実装に一連の作業が簡素化されお客様のデバイス認証が容易になります。最後に STM32 マイコン STM32H5 及び STM32 のセキュリティに関するウェブサイトやドキュメントを紹介いたします。STM32Trust のウェブページをはじめとしまして、セキュアマネージャーのウェブページやオンライントレーニング、セキュリティソリューションに詳しくまとめたウィキページなどがございます。こちらはセキュアマネージャーに関するウィキページをピックアップしたものです。 ご興味のある方は、ぜひこれらにアクセスしてみてください。以上でプレゼンテーションは終了となります。ご静聴ありがとうございました。